間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。中国製新作ビオラのご案内です。この楽器はボディサイズが 39.5 センチのものです。しかしながら、大体その小型のビオラというのは、やはりバイオリンに近い音になってしまう。ビオラらしい音はしないというようなことがよく言われがちですが、この楽器に関しましては、39.5センチというサイズでも、かなり低音の豊かな音、ビオラらしい深みのある音がいたします。その秘密と言いますか、といたしましては、このローアーバウツの幅が非常に広く作られている。つまりここで容積が39.5センチでありながら容積を稼いでいるということが言えるのではないかと思います。通常の39.5センチの楽器ですと、だいたいこのような形が普通の形になるんですが、先ほどの楽器と比べますと、このローアーバーツの幅が随分狭くなっているのではないかと思います。このように並べて比べますと、ローアーバーツの幅の違いがお分かりになるかと思います。全長は、ボディサイズはほぼ同じ39.5センチになっております。ローアーバーツはかなり幅の違いがあると思います。ややアッパーバーツも、こちらの右側の楽器ですと、アッパーバーツも広めにはなっておりますが、全体的に容積を増して39.5センチというサイズでいながら、豊かな低音域、そしてビオラらしい深みのある音、それを実現しているのではないかと思います。女性で、あまり大きなビオラを弾くことができないという方、あと頻繁にバイオリンと持ち替えるので、あまり大きなビオラを弾きたくないという方、それでいながら、やはり音はビオラらしい深みのある音が欲しいという方、ぜひこのビオラをお試しいただきたいと思います。